の律令官制における役所の一つ。高級十二支の一つであり、助官のみによって構成される。試食、及び午前、酒甘酒、餅、カソなどを担当した。なお、全一名、天前二名、手の平前の四等完成で構成されており、うねめ六十人を要していた。職掌は、以下の通りである。午前を知ること。新職に際して先かつてをすること。 全八、酒甘酒、諸々の餅、素、香を創設する。これは、ほぼ内禅師の部禅に準じている。ただし、内禅師には三、の、酒甘酒、餅、その記載は存在しておらず、餅は、大禅食の食章に、酒甘酒は、増主子の食章にある。なお禅は、当の高級のなお食に相当する。六令九の九六の規定では、 正四位に準ぜられており、高級十二子の中では、縫いつの小縫いとともに、倉氏の長官なお倉の、蔵くら位に準図に次ぐ地位であった。また、中塚かさ式の馬領支給の規定では、蔵くら位に準ずるという久し倉、十三位に準ずるという聖事に次ぐ、十四位に準ずる地位でもあった。天平神五三年正月の十三位、小長屋五年七月には、 13位、藤原家子、公認6年5月に、13位、長原恵子、上元元年10月に、13位、広井女王、同18年11月に、15位上、藤原原氏が、生死に記載されており、3位以上のものが多いが、旧世紀半ば以降には5位のものも現れており、地位の低下が見られる。ありがとうございます。